ターン島軍とは、台南部に位置するヤラー県の南部にある軍。未開の土地として、刑務所が建てられていたため、残酷犯の流刑地として使われていた土地である。そこでマラリアなどの温床であったため、受刑者からは、ターン島の地獄と呼ばれ、それが定着した。ただし、マレー系の住民はこの名前を嫌っており、この軍をアイクドンと呼んでいる。流刑地として、 長く知れた地であったが、1957年、処罰局はこの土地の刑務所を廃止し、政府は開発のためこの地への入植を奨励した。受刑地であったため、今世紀に至るまで開発が行われなかった。そのため多くの手つかずの自然が残る。軍東側にはバーンランダムが建設されており、その周辺はバーンラーン国立公園として保護、されている。住民のほとんどは、 農業従事者であり、ゴムの木の生産が盛んである。担当軍は4つの町に分けられ、さにその階に44の村がある。軍内には停車バーンが1つ設置されており、すなわち停車バーンタムボンコークチャーンであり、タムボン名ワートの一部で展開する。以下は、軍内のタムボンの一覧である。ありがとうございます。